サリーカー O2 TV のせいです。はい、今回ですね、この O2 メンバーから2人プロ契約を勝ち取った選手が出ました。おめでとうございます。まあ、このプロ契約を勝ち取った2人なんですが、一旦大学を卒業してから一般企業に就職しています。なので一旦プロの道を諦めた2人ですね。でもプロになりたい、プロでになってサッカーだけで飯を食っていきたいっていう思いが捨てきれずに、その思いをぶつけたメッセージが僕の元に届きました。でそこから僕のエージェントを紹介してタイへ海外挑戦の場を移して、でタイでプロ契約を勝ち取りました。で、やっぱり海外挑戦をするってなると色々な不安があります。言葉はどうするの、どうやって行けばいいの、どうやってチームと交渉すればいいの、テストとかトライアウトどうやって受ければいいのっていういろんな不安があります。海外に出た時に一人で行ったら食事はどうしようとか、行った先でホテルはどうしよう、ホテルから外に出て食事とかどうやって食べに行ったらいいだろう、さまざまな不安があると思います。でも僕が展開するオンラインサロンを通じて来てもらえれば、僕が全てサポートするわけにはいかないんですけど、まあ心の不安だったりとか、タイに渡航した後ホテルまで車で迎えに行って、その後ご飯に行ったりとか、まあカフェに行ってたわいもない話をしたりとか、まあそういうことをするだけでもかなり心っていうのは安らぎます。なぜかっていうと、海外調査に一人で来るっていうだけでめちゃめちゃ不安なんですよね。誰もいないところに一人で飛び込んでいくわけですから、それは僕も経験済みなので僕が一番わかってます。なのでこういった経験を生かして O2 から海外挑戦しに来た人を、僕はメンタル面とか、あとはどうやったらプロ契約を勝ち取れるような選手になるか、マインドを持てるかっていうのを、こちらに来た選手たち少しだけ僕の経験を生かしてアドバイスとかもしてます。なのでこういった僕のオンラインサロンから海外挑戦してプロ契約を勝ち取ったこの2人にちょっと話を聞いてみたので、その彼らの動画を見てみましょう。O2 からプロ契約までの感想なんですが、まず東南アジアに自分が目を向けた時に情報が一つもなかったので、まずインターネットで検索をさせていただいたところ、小島誠也さんのオンラインサロンを発見して、そこから連絡を取るようになりました。で小島誠也さんを調べていくうちに、海外経験が長いので、まあ、正しい情報をもらえるかなと思い連絡させていただきました。でそこから、エージェントの真野さんを紹介していただいて、エマナさんとも連絡取るようになって、正しい情報をもらうようになりました。でそこからタイに行ってプロ契約を取りたい、いやもう取っている選手が集まる練習に参加させていただいて、でそこからトライアウトを受けに行ったり、チームへの練習参加をしていって、僕は2チーム目に参加、オープントライアウトっていうのを参加させていただいた後にプロ契約を結ぶことができました。でまあ O2 に入って良かったことなんですが、まず海外に一人で行ったことないっていうのがあって、すごく不安がたくさんあったんですが、まあせいやさんに会った時に食事だったり連れてっていただいたり、話をしていくうちに少しずつ不安も解消されていって、でまあ自信を持ってプレーだったり、まあ生活をすることができたと思います。でまあ個人はせいやさんについてなんですが、まあせいやさんの人柄だと思うんですが、まあ、親身になって相談に乗っていただいたりしたりしてもらいました。で食事に行って不安を解消させていただいたり、せいやさんが経験してきたことの話を聞かせていただいて、自分に置き換えて今後どうやって生活していったり、プロとして、個人事業主として自分がどうしていったらいいかなっていうことを勉強させていただいてます。以上です。
はじめまして、竹下雅俊です。今回 O2 に入ったきっかけなんですけど、僕まずタイでプロサッカー選手になるために、仕事を辞めました。でタイリーグのことについていろいろ調べ始めて、そこで初めて小島誠也選手のことを知って、 Twitter のメッセージで僕がタイでプロサッカー選手になりたいっていう思いを伝えました。そっからやり取りしていったのがきっかけですね。で O2 のオンラインサロンに入って、一番これいいなって思うのが、まず O2 限定の LINE のグループがあるんですけど、そこでまずせいやさんが情報を発信してくれるということ、あとは、そこの LINE のグループに、いろんな国でプレーしている選手も入っているので、その人たちとの情報交換っていうのができるっていうのも、すごくいいことだなと思います。僕が個人的にちょっと嬉しかったのが、タイに入国して間もない時に、小島誠也選手がご飯を誘ってくれたんですよね。それが、僕にとっては非常に嬉しかったことですね。正直やっぱり何もわからない状態で、タイに入って一人でご飯を食べるこの寂しさっていうのは多分行った人にしかわからないと思うんですよ。そこでやっぱご飯を誘ってくれて、いろんなことを教えてくれて、そのタイを知り尽くしてる人がやっぱ近くにいるっていうこの安心感、これだけでも全然違います。はい。で僕はそうですね、今タイの4部のチームなんですけど、正直12月頭に入ってそっから2ヶ月チーム決まらない状態で、で正直精神的にもちょっと厳しいなって思うところもありましたけど、まあそうですね、2月の契約期間ギリギリまで粘って粘ってなんとか契約することができたんですけども、まあそれはやっぱり聖夜さんとかのアドバイスがあったからやと思います。はい、O2 サロンに入れて非常に良かったと思います。ありがとうございます。はい、こういった実際に海外挑戦をしてプロ契約を勝ち取った選手たちの声っていうのはすごい参考になったかと思います。いかに海外挑戦してプロ契約を勝ち取るっていうことの難しさも一つあるんですけど、その生活の中の難しさっていうのもすごいあるので、ぜひ皆さんこういった声を参考にして僕のオンラインサロンからぜひ海外挑戦をしてみてください。その、オンラインサロンとかの登録方法、今は無料なのでそれを概要欄に貼っておくので、ぜひ皆さん見てください。では皆さん、今日は最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン忘れずにお願いします。では皆さん、バイバーイ。